廃部は、平安時代、宮中で、上位、忍官、間、たまもの際などに、社与を表して、左右左を行う例である。等の礼法を真似たものである。あるいは、立ちまたわし、手を動かし左右をかえり見、気越のあまり手の前足の踏むところを知らないという様を、表示する。十、悪田省、合志工事内府省によれば、その作法は、采配の後、 立ちながら腰以上を左に向け、両手を左に伸ばして、袖を合わせ、さらにこれを右、または左に向け、また膝まずいて、左膝落ちにつけ、同様のことを行ったものであるという。孔子大将によれば、はじめ再配するのは照明を、金部位で、後に舞踏するのは恩恵に預かるのを喜ぶ意であるという。作法は時代に従って変遷があったらしく、世俗先進秘書によれば、 長勤行行の時天皇は左右左、進化は右左右であったのが、後に返事で天皇は右左右、進化は左右左となったという。衣服を賜った時は肩にその衣をかずきながらに配布し、巻き犬を賜った時はそれを腰に刺して配布した。助人の時、その親族が集まってそのために配布することを親族配と言った。 ありがとうございます。